リナその上幾分霧がかったこんな天気の今日ですでも寒くありません本日は摂氏10度本当に寒くない冬ですこの景色ということは胸チャンネルは自宅にいます自宅にいるということは 作業動画ですあともしかしてお気づきの方「胸チャンネルちょっぴり風邪っぴき」正直に言うと「ちょっぴりじゃなくしっかり風邪っぴきでした」「治りかけてます」はい 今日はこのコットン製のエコバッグ友人から預かっていますその友人にエコバッグなんだけどすごく気に入ってるそうなので普段きちんと使いたいということでファスナーをつけてって頼まれて預かってますというわけでここにうちの近所の メッスリー、手芸店でファスナー買ってきていい感じでしょうこのとある製のきなり色のいわゆるキャンバス地。しっかりとしたキャンバス的なこのとある地にプリントしてあるわけですけど、そういう布。ここに合う雰囲気の長さもぴったりのファスナー見つけてきました。 なんかどこかアンティークなファスナーです。しっかりした金のファスナー YKK40 センチ。こんな風に売られてたってことはこれあんまり新品なのかなと思っちゃうような。このちょっとアンティーク感漂うファスナーが見つかって嬉しい。 ね四40センチのファスナー。ねフランスですから、メトロ乗ったりするとき、メトロバスでのすりに合わないように、ファスナーというご要望で預かってるんですけども、胸チャンネル、ここにこのファスナーつけるだけじゃ、芸がない。ファスナーつけるで済ますわけにはいかないので、 すぐに思いついたのが両脇に内ポケットも付けてぶら下げふっつけしようかと思ってますはい、このエコバッグセザヌというブランドのエコバッグこのセザンヌというメゾンは今パリでとっても人気の メゾンです。調べてみたところ、2013年創業の女性向けファッションのメゾン。当初は古着を売るというところからどうもスタートしていたようなのですが、時期にうまくいき出した時点で、オリジナル商品を作り出して販売し出して、どんどん大きくなっていって、 現在でも売り上げの90%はネット販売という会社なようですが、急成長中で、現在パリには1店舗なのですが、直営店もあり、大成長拡大中のブランドです。 コロコロちゃん家でもうまくいってたってことはやっぱり通販、ネット販売が主力だったということがこの会社の成功の秘訣じゃないかなと思うんですけどもそしてフランスの女性が手頃に買える低価格どちらかというとお高くない LINE の商品を取り扱っているところがとても 今時なビジネスセンスがあったんじゃないかなと思います。その創業者で経営者のモルガン・セザロリーさん。セザロリーって、セザロリーってとこからこのセザロリーの最初のこれが綴りが同じだからセザロリーさんがつけたセザヌなのかななんて胸チャンネルは思ってるんですけどもそのモルガン・ セザロリーさん、2ヶ月ほど前に胸チャンネルも、その人、本人とは知らずに、えー、っと、出会っていまして、あの、一言二言おしゃべりし、あの、声をかける機会がありましたが、この今時のすごい発展を遂げている、パワフルな会社の社長さんだとは思えない、とても静かな、どちらかというと地味で小さな、 えっと、35歳ぐらいなのかな ?40 歳前の、あの、若い、どちらかというと地味な女性で,でしたね。あの、後からセザンヌのフォンダトリス、社長だってことが分かってびっくりしました。友人は、やはりインターネットで買い物をして、 結構それなりの何点かを買ったんだそうです。そしたら、その商品類が、まあ商品がビニールに入って、そのビニールがまたこのバッグに入って、このバッグはつまりおまけでついて送られてきたそうです。それでね、すごい気に入っちゃったんだって。パリはね、ほんとすり多いんで、 観光に来る方は気をつけてくださいね。普段、ちゃんと使えるように、じゃあ、閉じれるような、エコバッグだけど、閉じて、中に袋までつけちゃって、エコバッグ、改良大作戦、行ってみます。この、エコバッグ自体の、 出来上がっている上がり寸法だけお伝えしておきます。バック幅が52センチ。こちらが輪ですね。底側が輪。上がりの高さがこれ40センチ。ここが 33センチ。そこで縫っている三角のまんまもうついてますね、ここ。三角ついたまんま。単純な、この、ここが7センチ、7センチの計14センチ。 で、持ち手が54センチのものが両脇にあるごくごく普通のサイズのエコバッグです。そこへ買ってきたファスナーはさっき40センチ表示になっていました。ここの幅が52センチのところに40センチのものをつける。 という計画にしましたいやここから手突っ込ま,まれないよねはいそこへこれが小さい方になるどちらかというと浅め出来上がりの底までが15センチほどの浅い内っぽ 毛の方の生地上下こちらも上下なんですけども上になる方を耳を持ってきています生地の耳これもとある生地シーチング生地ですねこういったものは大概こう祭壇するもんなんですがあえて横取りして耳を こちらのファスナーがつく方に来るようにしています。ファスナー40センチに対して、ここが30センチ。こちらが35センチ。こんな風にガッチリオレンジ色の印入れちゃってますけども、ここまでガッチリ実際は入れないんですが、 画面で見やすく、見やすくなるように、ちょっと濃いめで、ちょっとどころじゃないですね、濃いめに書いてます。35センチの内訳が、こちら側が三つ折り、ポッケ口の三つ折りを作ってあげたいので、2センチ取ってあります。そして、底分の15センチ。 2回の30センチプラス上の縫い代とゆとり分ポッケのぶら下がり分がここ縫い代とともに3センチ取ってありますこれが小さい方の寸法そしてこちらが。 バックの底近くまで届くぐらいの大きい方の内ポケット上やはり耳になるように生地をこう取ってます耳側がファスナー側大きいものを入れるので ぶら下がり幅をたくさん取りたかったので、ファスナーと一緒に噛ませる縫い代プラス、ぶら下がりのゆとり分を合わせて、ここが5センチ取ってあります。深く取りたいので、そこまでが28センチ。バック本体は33センチぐらいまでなんですけども、これが28センチ。 8センチのダブルで28センチ。そして三つ折り分の2センチがついて合計63センチ63センチ ×30 センチの布。この2枚を用意しました。 シーチングです。とある生地ね。そして用意してあるのは、そのとあるのきなりにあった規制の袋で閉じられる四つ折りの規制のバイアステープを用意してあります。画面に映り込みやすいようにと思ってがっつり 線を引いていますけどもこのがっつり線引きは本来しないことなのでのっち入れ例ののっち入れ入れていきたいと思いますあっ合い印入れですね小さく2ミリほど。 切り込んでの合印をててに入れておきますここ耳側の中心部の印なんですがこれもがっちりオレンジ色で入れちゃってますけどもここはせっかくこの耳を使って生地傷めたくないのでここは切り込みの合印を入れないで ピン刺して合い印入れときますこれがこう倒れてこうくるわけだからこうなってこの脇を バイアスででくるるもんと思っているのでこういう出来上がりを折ってアイロンで折ってくるねーはいーアイロン当ててきましたよーこちら浅くて小さい方ね 1>, 1センチの三つ折りして15センチ上3センチ分のゆとりではここまず三つ折りミシンかけてくるねはいポッケ口の三つ折り始末のミシンかけてきたよ胸チャンネル例のごとく続け縫い 続け縫いとはいえ、この端の端まで縫ってしまわないで。ここはね、ちょ、ちょっとでも綺麗に縫えるように。角、あの、余分を取ります。ここだけね。三つ折り分だけ。綺麗にバイアステープが入ってほしいので。ちょっとしたここ。 で、そこも輪で立ってあるので折ってきましたそこへこうやってバイアスをくるんでってミシン当てるわけですが同じ寸法プラスアルファちょっと付け足してね折り返し分を付折り返し分をつけて 切ります。下はね折り返しさなきゃいけないので、5ミ、mm、リほど付け足してますけど、上はドンピシャです。こっちも両脇分切ったよ。もうこのまんま。 くるみながら、縫ってくるよはい、縫ってきたよこんな感じ。バイアスでくるんで、もうここはね、力ぬ、外紙縫いとかしませんでした。縫って下まで行って、針を刺したまんま、こう来て、折り返して、 ポッケの耐久性も考えて同じ位置に二度縫いして行って帰って縫いしてきました。はい、大と小。こんな感じ。ここ耳ね。だからね。こっちファスナー来る方で耳。 だからさ、大概人間って普通、まあまあ普通も減ったくれもない。あの、何が普通か、何を普通というか分かんないけどさ、まあそんなこと。普通か普通かじゃないかなんてどうでもよくて、そのお友達も左の肩にかけてることが多い。左の肩にかけた外側にセザンヌのマークが来るとする。そうすると、ファクスナーの 終わり口が前に来た方がいいので、この位置になる。そして、開けた時の内側、内側、つまり自分の体側に来る方に鍵とか入れるちっちゃい袋が来た方がいいので、こちらのマークがない、ない方にちっちゃい、この、 ちょいと鍵をプッと入れられる小さい方が来た方がいいなと思うのね。バック口の中心にもツンとオレンジ色の印今日は入れちゃってます。普通だったらピン印でもいいんだけどもピン印でもこういう目立たないツン印でもいいので。で、ファスナーのど真ん中にも両方きちんと同じ位置が来るように真ん中に今印の ピン刺してあるんだけどもうこのピンが邪魔なのでここにもズンとオレンジ色裏側に入れさせてもらいます。でこうつけたいわけだからこのねエコバッグ。 商品の内側のタグを見たら100%リサイクルコットンってなってました中心点中心点あったはいファスナー中心とバック中心まず合わせて中表こっちが表 ににになるように中表今ピン刺ししているのはこのバック口の折り返してあるこの返しの際にファスナーが来るように押さえピン打ちしてます。 そこへ袋がこう来なきゃなんないのでねこっち側になやはり中表になるように倒してまず5ミリ多くなるぐらいのところに。 ここ押さえてあげてまず中心中心ピン止めします、ね、5ミリほど多くなる はい、ピン打ちした今から、表を見ながら、この、寄生のバッグの、口側の三つ折りかと思われる、この、既存の、このミシン目の上に、落としミシン、落としてきます。できるかな、できるかな い表から落とすように落としミシンかけてきたよ。ピン外して。<laughs> できてるかなできてるかな。 おーいい感じはい反対側も同じようにやってみよう,う開けといた方がいいってことよねだからね 開けとかないでファスナーのカバンとの相性の位置がいいようにまずは閉めて置いた方がいいってことだはいファスナー側の中心の印とカバン側の反対側の中心の印を合わせて一旦止めて上がり線 ファスナーの上がりの脇にピン、ピン止めして印を入れておく。こちらも同じく印を入れておくピン止めで、丁寧に重ねて重ねてきれいにくるところに、 印を入れておいて、この印を入れた時点でファスナーを開けて、中表になるように、こっち側に上げて、ほんで持って、まずファスナーのピン刺ししてあげましょう。さっきと同じ手順です。 大事なのは反対側の位置関係ですね。実はこのファスナー、ジャケットなどの、ジャケットっていうかジャケットじゃないね、ブルゾンなどの前ファスナー用のためにオープンになるファスナーを買ってきてあります。はい、オープンした。なので余計 簡単ねこのぐらいの位置です。 2.5ぐらいの三つ折り。三つ折りじゃないね。三つ折りって2.5,2.5で5センチ必要だけど、ここは内側にはね、1センチぐらいしか縫い代いないみたいだから。でも、この見返し分が2.5センチほどです。これで2ミリぐらいのところに押さえミシンがかけてある。そこに必ず引っかかるように、この見返しの幅がきちんと隠れるようなところにファスナーを、 置いてピン止めしてあげてってますはいしっかり丁寧にファスナー布を押さえるピンしましたそこへ大きい方の内ポッケ布こうなりたいんだから こうしてしょ <laughs> まずは中心5ミリほど5ミリほどとか言わないね5ミリ控えてね5ミリ控えてまずは中心対中心。 綺麗に平らになるよ、ね、もうにここはあまりセン神経スになりません胸チャンネル5ミリしか控えられるはい。5ミリひ控え控えてあるのを確認してつんね、5ミリ縫い代がちょっとポケット側の縫い代がちょっと多くなるように控えてピン刺ししたので こちらも、表から、ねこっちだから、大きい内ポケットがあるのは、外側、左側に持つ人の外側にマークが来るように来てるので、ここへ、この状態で、既存のミシンの上に、重ねて、重ね落としミシン、ファスナーのここから、 してくるよここねちょっとね取っとかないとダメですよペレペレペレ1ンチ控えたあたりからスタートしましょうはいミシンかけてくるねできるってことが分かったからできるでしょうできるでしょう。はい縫ってきたよねえこうやってこういう感じに既存にあって 見返しを縫ってある既存のミシン目の上から落としミシンこっちを表に落としミシンこうやってかけてきたよはい押さえたあったピン外して5ミリ控えたからちょうど1センチぐらいの 縫い代になるように、ちゃんと、ある程度、ちゃんと、縫えてます。ここの端はね、少しこれ、ペケペケは必ず取っておきましょう。特に、今回は、全開きになるファスナーを今使ってるので、このゆ、ゆとりは必要です。はい、今度は内側の、ファスナーを押さえてた方の、ピンもちゃんと外して、 ほらどうよいい感じじゃないとにかく今ここにファスナーをこう開いてこうやってきちんとアイロン当ててきますねはいどうよどうよいい感じじゃない <laughs> はい、セザンヌの普通のなんてことはない。なんてことはなくないよね。可愛いよね。確かに。ここにちょっとこの金の金具がついたら余計可愛くなって。見て、見て。はい、セザンヌがある方に大きい、深い袋がついて。ね、こっちが。 左側にこうかけるんだから、内側になる方に、ポッケが、浅い方、こっちは浅いポッケがついて。ね、鍵とか。今なんで言葉が止まったかっていうと、ああ、まあ防犯紐つけてあげればよかったかなと思ったんだけど、そこまでするとね、 本格的なバックになっちゃって、あの、エコバック感がなくなるので、これで十分でしょう、今回は。じゃあ、ここ、閉じてみようか。ファス、ほら、ブルゾンファスナーだからさ。はい、キンキラの金具をキュッて止めて。はい。 いい感じじゃないですかはいしまった状態こんな感じいやこうこ手誰も手つ出せないでしょどう考えてもど,どう考えても子供手子供の手も入らないでしょやっぱりねこの分のゆとりな 7cm7cm つまり そこ、そこが作ってあるこのゆとりぐらいの同じような雰囲気はうしもちょっとゆとりを作っといた方がいいのであえて端から端までのファスナーは選んでいませんでしたどうよセザンバッグが一気にいいじゃんね あと、大きいもの入れたいときはね、ここ最後までバーって、開いて、バって開いて、ガッと入れて、閉めて、閉めても、閉めなきゃならないので、今ね、ここ、グッてもう抜い、手で縫い留めておこうかなと思ったんですけども、今んとこやめときます。使ってる本人がやりたいように使えばいいと思うので、いい感じに、 あっちゅう間にできちゃいました。おお、深いよ、こっち。なんか書類も入れられるぐらい。こういう書類ケースもちょいっと入れられるぐらいの。はい、いい感じ。で、こっちは浅い。いや、いいな、いいな。喜んでもらえるといいんですけど。できた。 嬉しい。思ってた以上にの出来栄えです。この、今回は、今回のこのやり方、そしてこのバックの、エコバックの状況からすると、既存のここにあるミシン目のところに、バック紐が一緒にいたので、この部分が非常に厚くなります。 うちのミシンはパワフルなので、これがガンガン縫えて問題なく縫えました。ので、このやり方をしていますが、もしうちのミシンで縫えなかったらどうしようと思ってたのは、その時は、ここを解いてまで、同じように、内ポケットをつい、が付いたファスナーを付けにしてあげたかったので、 ここをほどく覚悟、そして全部はめて、全部差し込んで、丁寧にやるということも考えていましたが、今回は、うちのミシンでは、ここの厚い部分もガンガンに縫えたので、なんてことはない。一回縫うだけでうまくいきました。ので、このやり方は、パワフルなミシンをお持ちの方にお勧めします。 まあでもこういうエコバッグのこのうあのバッグがついてる状況にもよりけりだし、一段下げたところにミシンに目かけたっておかしくないような柄だったらそうすればいいし、臨機応変にエコバッグを、特にヨーロッパね、日本は大丈夫なんでしょうスリーいないだろうからあんまり、こちらではスリがいるので、 ファスナーつけたいという場合、ただファスナーをつけるだけじゃなくて、内ポケットまで両脇に大小つけちゃったという改良エコバッグの回でした。じゃあねー。またまたー。 バイバイ、オフワー。アラポシェン二人の胸チャンネルでした。風邪っ引きのね。